どうも、MAです。ビオラーの皆さん、ビオリへようこそ。こんにちは。ほいほい。今日はね、まずね、あのメインの開封したいものがあるんだけど、2つね、うん、その前に、私ね、この前ね、つい、一昨日かな、うん、一昨日にスキヤに行ったんだけどさ、今なんかスキヤがさ、鬼滅とさ、コラボしててさ、なんかさ、うん、なんか謎のご飯があったよ。なんだっけ、あの緑色のさ、思い出した、大根でしょ。そう、なんとか大根。あ、なんか名前が、フラフキが入ってたのかな。あ、それそれそれ。で、なんかね、ムイムイのね、あ、そう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 、モチーフみたいな。結果的にそうだったんだよね。そうそうそう。え、なんでフラフキって最初思って、うん、あ、大根かみたいになって、うん、なんかね、うにょうにょうってなんか緑色のなんかソースがかかってたね。そうそう、なんかね、フラフキって最初、何のことだと思って、ね、大根かってなったんだよね。そうそうそう。もうなんか撮影して、なんか作業してから、あーお腹空いたと思って、ああとりあえず今日はスキヤでいいやみたいなノリでね、一旦スキヤでチャージしに行ったらやってたって感じだったのね。だからせっかくだったらと思って私はね、ゲットしましたー、これ。なるほどね、風呂吹きを。違います、ね、残念でした。いや、でもね、風呂吹きそこ行っとけよって感じだよね。風呂吹きそこ行っとけよって感じだよね、流れ的にね。そうだね。うん、ごめん、行かんかったわ。風呂吹きです。今日のお手元には、風呂吹きがございます。それやばすぎる。あ、でもそれやばすぎるね。風呂吹き大根ってどういう形してんの、そもそも。こんな形、株みたいな、うん、なんか円柱カットみたいな感じ。円柱カットみたいな、ぶつ切り大根みたいな感じ。わかんない。わかんない。おでんの大根みたいな感じよ。ああ、なるほどね。そういうこと、そういうこと。あれは風呂吹き大根っていうの。そうそうそう。へえ、知らなかった。大根したらもうあの大根のイメージしかない。なあね。いつも通りの。すっごい極端すぎるやん。え、本当に風呂吹き大根知らなかった。いや、知らなかった。大根は大根でしょって思った。でもさ、私も今風呂吹き大根偉そうに語れる立場ではなくって、うん、なぜなら、はい、今日の晩ご飯は風呂吹き大根だよみたいな感じで、うん、出なかった、あんまり。今日の晩ご飯風呂吹き大根ちょっと嫌だね。でも、うん、風呂吹き大根って言葉自体はよく聞くじゃん。そうかな。え、そう、私はあんまり聞かないけどな。私はね、なんか風呂吹き大根ってこのワードはちゃんと頭の辞書にはあったんだよね。田舎の人だからかもしれない。マジでそうかもしれない。もしかしたら、もしかしたら今は亡きおばあちゃんとかが作ってくれてたのかもしれん、多分。なるほどね。うん、なるほど。うん、まあいいや。で、まあやってますよと、うん、まあ知らない方からしてみればね、気になる方もいるかもしれないから、まだやってるんじゃない、わかんないけど。覚えてないけど、まあ、いつまでやってるか。そうだけどね、風呂吹き大根、風呂吹き大根じゃないや、スキヤ。スキヤ、スキヤって全国展開だもんね。全国展開だし、関東だけとかじゃないよ。うん、鬼滅はさ、今さ、刀鍛冶編に向けてさ、結構また盛り上がりを見せつつあるじゃない。そうだね。うん、そういうことよ。あ、天元様は出てこないのかも。天元様はかっこいいからね。天元様は今とか私の中で推しですから。世代交代か。そういうこと言うのよ、違うんだよ。え、何違う。交代、別に交代ってわけじゃないよ、別に。あ、違う、交代じゃないよ。うん、あ、そうか、違うか。まあそうだよ、別に交代っていうか、ただ続きと思ってる。あ、そうだね。そういうこと、そういうこと。まあいいや。でね、これがなんかセットでついてくるやつがあったのね。うん。で、私は高菜明太マヨ牛丼にしたんだけど、うん、好き、あれはついてきましたよ。これがついてきたの。そう、みつりちゃんのこの、うん、いちごミルクね、恋柱のがついてくると、はい、あ、スキヤで食べて、そういうこと。あとこれだけじゃなくて、なんとね、これがついてきますよと。これはいいじゃないかと思ってやっちゃった。なんだそれは。カードなんか全12種類のオリジナルカードで、スキヤ×鬼滅の刃、税込みウレハースに入ってそうなんですよね。確かにそうだね。まさにそんな感じで。でも私これは初めて、なんか前やってたのかわかんないけど、初めてやるから、スキヤ×のやつはね、うん、750円以上の注文ごとにオリジナル丼が当たる抽選チャレンジだって。へぇ、抽選もやってんだね。それ知らなかったわ。ねえ、これだからさ、12種類って書いてるじゃん。で、私さ、調べてないからさ、うん、やノリで、やったじゃあやるみたいな感じでさ、あの持って帰ってきただけだったからさ、うん、中身がわからないんだけどさ、うん、ね、でもみつりちゃんとか入ってるってことよね、多分ね。まあ多分おそらくね。そうだよね。どうなんだろうね、まあ、ちょっと開けてみないとわかんないね。そうだよね。なんかレアとかさ、なんかいろいろあるじゃんね。そうでしょ。キラーとかね。うん、あるはずなのよ、わからんけど、うん、俺もカードゲーム系はね、そんなに詳しくないからあれだけど、まあどんな感じなのか気になるから、じゃあやってみましょうかということで。はい、はい、気になってる方ももしかしたらいるかもしれないからね。今日の開封ってはまたちょっと違うやつだよね。違う。だからこれは私のおまけで、今日のこれが乾杯ドリンクになります。はい。ピロピロリー、ピロピロリー。俺なんか光ってる。え、嘘。もうすでに光ってる。え、本当に。うん、キラリー。あ、光ってる光ってる光ってる。なんか輝きを見せてるんだが。え、マジ。
ちょっと先バレなんじゃないのそれ。ほんとに？うん。おお、めっちゃ光ってる。あら、これはいいやつなの？これみんな光ってんの？え、みつり、まさにしかもみつりちゃんの、うん、え、これ全部みつりちゃん、え、そんなわけないか、そんなわけないか、なんかいいやつなんじゃないの？え、これ明らかに輝きを見せてるんだけど、これ明らかだよね、ちょっと、ね、え、おかしくない？めっちゃギラ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 してるよ、これ、うん、え、やった、なんかこれレアっぽくね？なんかレアっぽい感じするよね。え、でもさ、全部が全部がキラキラっていうこともある？どうなんだろうね。え、かわいい。レトラ光ってるけど、でもホログラムカード入りって書いてあるから全部光ってんじゃないか。え、ホログラムカード入りだから全部光ってんの？だからホログラムカードでしょ。そういうことか。ホログラムじゃあレアとかでもなんでもないんだね。なのかもしれない。ねえ、でもさ、スキヤのカレーを持ってる。どんぶりじゃなくてカレーの方だった。いいやつなのではと思ってしまったじゃん。なんだ、でもまあカード自体かわいいからいいんじゃないの。まあね。で、私もさ、なんかちょくちょくさ、うん、私カードは基本的にさ、コレクターしない人なのね、うん、だけど、こんな感じでさ、あ、やりたいと思ってノリでやる時もあるじゃない、うん、だからさ、100均でさ、カード L みたいなの買ったんだよ、この前、ね、まさに今が出番って感じだから、はいはい、そういうこともあるかと思ってやっと買っておいた。これほら、じゃじゃじゃん。あ、ほんとだ、ちょっとでかくですね。だから、あの、あれで私カードコレクターじゃないから。あ、カードが入るのそれ。いや、カード以外も入るで、ね、だって大きいもん。あ、でかっ。なんか多分写真とかも入るんじゃない、なんかちっちゃい写真みたいな。なんかポストカードみたいな感じだ、うん、ポストサイズ的には。そうだね、なんかあの、まさに写真のサイズじゃないこれ、うん、あのちっちゃな、なんかこんな感じするね。これ企画がわかんないけどさ、私これもわかんないな。でもね、多分余裕を持って入るから、うん、ここに入れておけばよ、ね、いいじゃん、と思って。まあね、なんかポイって置いとくとさ、折れちゃったりするからね。そうなんだよね、ポストカードって入んのかな。ポストカード入んなそうだな。なんかこの前さ、ジョジョマガジンでゲットしたさ、このさ、ほら、あーシールみたいな、これ前回のジョジョマガジンも私持ってんだけどさ、うん、あ、これ余裕で入らんわ、参考までに。これ私、ダイソーで買ったんやけど、もうダイソーね。ほら、これ見て、じゃじゃん、入らないね、これは。ほら、入らない。ポストカードの企画サイズだと思うんだけど入らないわ、まあ、ただこういうなんかあのなんていうの、何菓子だったっけ、んあのお菓子に入ってるこういうやつってなんていうんだったっけ。なんだ、何のことだ。お菓子の消費景品の言い方って何だったっけ。なんか言い方なかったっけ。まあいいや、そのお菓子サイズの中に入ってるカードとかそういうのとかは多分余裕でこれ入るから、うん、シール系とかさ、うん、びっくりマンシールとかも入るからさ、うん、じゃあここに入れてこうかなと思う。よし、ということで乾杯ドリンクな、乾杯ドリンク。本題に入るまでに相変わらず時間かかってますけれども、よいしょ。じゃあ皆さん、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。チーねえねえ、最近の人ってこの歌知らないのかな。なんだっけ、曲は知ってるんだけど。ゆいゆいだよ、うん、チェリー。曲は知ってるんだけど、恋しちゃったんだって。ああ、なんか CM でやってたんだっけそれ。え、 CM じゃなかったっけそれ。ごめん、 CM わかんない。でも CM になっててもおかしくないぐらい名曲だと思うけどね。ああ、知ってる知ってる。でも、うん、でも知ってそうじゃないこれ、さすがに。ああ、世代なら知ってるんじゃない。え、ね、世代じゃないと知ってないのもうこれ。いやー、なんか多分20代、なんか20代中盤から30代中盤ぐらいじゃない、わかんないけど。もうちょっと知ってるでしょ、若い人も。どうなんだろうね、今のさ、どうする。なんかいわゆる Z世代出た。Z 世代系はさ、多分あれなんじゃないの。テレビとか見ないからさ。見ない、私も見ないもん。CM がわからんのじゃないの。でもこれはね、なんか CM ソングじゃなくても知っててほしいな、この曲。さすがに。どうなんだろうね。ちょっと、うん、Z 世代のビオラさん、なんかちょっと知ってます、知らないですみたいな来たらどうしよう、ちょっとびっくりしたかも、私。びっくりしたかも。マジかと思って、もう。まあいいですよ。じゃあ、こっからが本題なんだけれども、はい、今日はね、こちらをやっていきたいと思います。じゃんじゃじゃーん、モリーポップマートでーす。やったー。これね、モリーはね、可愛いんだよ。じゃん、だけど、うん、我々はね、あまりモリーをまだやれてなかったと思うんだ。確かに。そうでしょ。あのさ、コラボのやつやったじゃん。なんだっけ、インスティンクトイだっけ、お前。うん。大好きなインスティンクトイ。インスティンクやね、インスティンクトイ。これ、めっちゃ可愛いじゃん、ビジュアルが。キュアクスモのやつやろ。そう、キュアクスモって、勝手に名前、勝手にキュアクスモって言ってるけど、まあ、本当はキュアクスモって名前じゃないんだけどね。うん。
まあ、このギザギザのこのニカってしてるやつ。可愛いよな、あれ。めっちゃ可愛いんだけど。めちゃくちゃ可愛いんだよな。超可愛いんだよな。まあ、今、撮り取れるから。これね、これ、これ、これ。可愛いんだよな。そう、これ可愛いんだけどさ。よいしょ。まあ、これもまたやっていきましょうということなんだけれども、今日は ね、あの、モリーちゃんをやっていきたいと思います。よし。いいよね、モリーやっぱ可愛いもんな。可愛いね。うん。これ初めてやるシリーズなんだけど、私はね、うん、かなりラインナップも可愛くて、じゃーん。どう？ちょっと一個見せてよ。はいはい。なんかね、どれも可愛いんだけど、どう？マサさん的にはどれが一番欲しいですか？いや、これでもね、なんかね、全部可愛くて選べないんだよね。なんかシチュエーション的にさ、結構独特なものがあるじゃん。例えばさ、これ、ね、これとかさ、アートじゃん、完全に。でもそっちがいいかな。今、指さしたやつとかかなり好きだな。これさ、モナリザとかけてんだ。モリーリザって書いてる。そう。超可愛いじゃん。いいよね、これ。うん。可愛い。モリー。あっ、ね、マサさんでもあれじゃない、うん、その右、その右好きじゃない、モリーサウルス。これ、これ好きなんじゃない、これ。サウルスも可愛いね。サウルス絶対これ可愛いよね。サウルスか絵画のやつが欲しいかな。これね、これね、絵画ね。うん、絵画可愛いね。一番左上のこの乗ってるやつも可愛いけど。あ、これでしょ、うん、うん、可愛い。これも安定的に可愛いってやつだろうね。そうだね。あ、これ、これだよ。このパッケージのやつやね。絶対可愛いじゃん、こんな、うん。スーパー安定フィギュアって感じがする。うん、じゃあそうだね、うん。やっぱ右下の2つかな。はいはいはい。いや、わかるわかる、でも。私これかな、でも一番はモリーザウルス。あ、これやな、今回私。なるほどね。なんか可愛い。サウルスね。サウルス可愛い。サウルス狙いやね。うん、サウルス狙いかな。うん。ちょっと欲しいね。あとこのギターのやつも好きやね。これ。なるほどね。うん。まあ、せっかくだったら狙いに行きたいってスタイル。あ、待って、でもこれも私好きかも。バルーンのやつ、これ。これ風船でしょ、バルーン風船で遊んでるやつでしょ、これ。あー、なるほどね。これ可愛くない、これも。はいはいはい。これ絶対可愛いと思う。確かに確かに。でしょ、うん。だね、私のちょっとピンポイントで狙っていきたいとことしては。いいね。うん。サウルスとバルーン風船とギター。いいじゃん。これでいこうかなって感じやね。それでいきますか、じゃあ。うん。じゃじゃん、楽しみやね。久しぶりのね、モリーちゃんですから。そうだね。楽しみです。あら、やぶけ方が汚くなっちゃった。なんか雲行き怪しい感じがするよ。いや、そういう時こそってやつじゃないかい。まあでもな、正直言ってポップマートだと外れないんだよね、マジで。本当にない。ということで、じゃあ、うん、今回もお願いします。やったー、シリカゲルだ。おい、強いよ。強いじゃねえかよ。今日は時間が押してんだからよ、早く渡してくださいよな。はい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 ではではちょっとお待ちくださいね。お、あー、なるほどね。なんか別入れになってるやつがある。じゃあ分かっちゃうじゃん。そうだね、別入れになってるやつがある。じゃあ見えないパーツちょうだい、見えない袋ちょうだい。そうだね。あ、でもね、別入れパーツは結構ね、うん、あるぞ。え、そんなにいっぱいあるの。じゃあ見ない。今回ね、結構さ、複雑だからっていうのもあるんじゃない、形が。ほい。はい。あ、かわいい袋、色付きだ。かわいいね。あ、確かにかわいい。うん、かわいい。じゃあ行きますよ。はい。1個目です。はい。まだ1個目っていうのがちょっと余裕があるよね。確かに。最近 G はないからいいよね。確かにね。でもな、雪なのよね、G するとしたら、ね。そうだね。そこが問題よ。そうだね。うん、じゃあ行きまーす。いくよ、みんな。せーの。じゃーん。あ、違そう。違そうだぞ、これは。え、なにこれ。え、便器？便座？これ便座じゃねこれ。なにこれ。え、そんなのあったっけ。え、どれこれ。ね、あ、これか。真ん中の右から2番目ですよね。これだね。え、何か便座に座ってんのこれ。便座に座ってんの。え、でもこれ私便座に見えるんだけど。確かに。何、可愛いんだけど。え、便座可愛いじゃん。よくわかんない。ファンタジー・オブ・フライト。え、ちょっと組み立てなきゃね。なんか旅行なのかな。確かに、これどう見てもさ、なんだっけ、あのアタッシュケース。じゃんね、これ旅行だよね。そうでしょ。に、うん、に何これ何をしてるんだろう、これ。え、これに座ってんので、便座は何、うん、あ、便座さ、待って、このポーズ、え、うん、ちょっと待って、何これ。え、あ、そうだ、それ見ないと書いてる、うん、なんだろうね、これ。そもそもさ、このさ、モリー自体がさ、あれだよね、
Going to Roma って書いてあるからさ、ローマに行く森をモチーフにしてるってことだよね。世界観の設定がローマってことだよね。そうだね、ファンタジーズオブフライトって書いてる、うん、あ、旅行に行っててなぜか便座カバーを持ってんの、なんだろうね、まあ便座に座ってんじゃない、え、これ便座じゃなくてアタッシュケースだけどね、なんかアタッシュケースの上じゃない、アタッシュケースの上じゃなくて、うん、アタッシュケースの、それ絶対違うでしょ、それ、いや、でもそうだと思うんだけど、あ、ほんとだ、うん、だって持ってるよね、これ本当だ、でも合ってて、で、なんか、これ、あのね、理由は求めちゃいけないのかもしれない、謎、気候中なの、今、多分、あ、分かった、そういうことだ、これ、うん、あれだ、飛行機の中に乗ってて、で、飛行機のそれ、窓枠だ、嘘で、これ、雲だそういうことでしょ、たぶんねえ、フライトって書いてあるもんね、何それ、めっちゃオシャレじゃん、そういうことか、え、待って、やっと理解した俺、え、待って、でもこれごめんだけど、どう見ても便座カバーに見えるんだけど、え、カバーっていうか何、俺もえ、なんだっけあれ、便座カバーだっけあれ、俺も便座カバーだと思った、わかるよね、みんなね、上げ下げできるあれ、わかるわかる、俺も便座カバーだと思ったね、でもさ、これってもしかして、うん、確かにこれは飛行機のじゃ窓だとして、これが雲だとするじゃない、絶対雲でしょ、これこういうことやろ、そういうことだよ、で、あえ、だからこれは遊び心なのかな、うん、そういうことだと思うよ、何それ、めっちゃオシャレな感じや、だって本来だったらこれはだから機内シートに座ってないといけないけど、 それをアタッシュケースにしてたりとか、え、待って、これ勝手にうちら解釈してるけどさ、なんか公式サイトとかさ、うん、これを考えた人とかがさ、なんか語ってたりしてそうじゃない、どっかに、うん、でもファンタジーオブフライトって書いてあるから、うん、フライトって飛ぶってことだから、そうだよね、飛行機のことフライトって言うじゃんね、だってじゃなかったらこれが説明つかんし、うん、これがもし本当にトイレだとしたら、これはあのトイレを掃除する何かに見えてきちゃうどん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 、いいフライトをしてるんだよモリーは、そういうことか、ちょっと待って、いっぱい下に向けるね、ここに置いた様子が見たいでしょ、だから多分ね、こういうことなのよ、こうでしょ、うん、で、雲がこっちに置いて、そうだ、ね、合ってるよね、合ってるね、で、あ、そうだそうだ、あれだ、これも持たせないと、飲み物も持つんだ、うん、絶対そうじゃん、これ絶対飛行機の中じゃん、で、おしゃれじゃね、めちゃくちゃ、うん、ありだね、うん、ありあり、最初全然分かんなかったけど、俺らだけかな、分かんなかったの、なんだろう、ちゃんと下調べして見てる人とか分かる可能性もあるよね、ああ、なるほどね、こんな感じです、これ完成形態です、でもめっちゃ怖くね、いや、ありありあり、全然ありだよね、これ便座カバーに見えるなでもそれが可愛いのかも、なんか私は好きだけどね、そういう、もしそれが遊び心でわざとここをね、もう便座カバーを意識してデザインしてたとするじゃん、うん、まあ絶対そうだと思うんだけど、私これやっぱり、うん、裏側のデザイン、組み取り方は人それぞれですから、え、可愛くね、だとしたらめっちゃ可愛いなって気がする、私は、うん、ということだね、皆さん、うん、え、でも可愛かった、超可愛かった、はい、次、次行きますか、裏切らんね、やっぱりポップマートはここに置く、うん、よし、じゃーん、私やっぱりバルーンとサウルスが欲しいかも、うーん、このさっき3つ言ったけどさ、うん、え、バルーンめっちゃ可愛い気がするんだよね、私やっぱり、うん、いや、来ないかな、バルーン、バルーンね、うん、バルーン、はいはいはい、袋だけちょうだい、袋、見えないやつ、今回なんか持ってるやつとかが多いから、うん、別付け多そうだね、うん、ね、うん、では、うん、どうぞ、うん、なんだろう、でも多分、あ、違う、触っても諦めんじゃん、だって別パーツもあるよ、違う、これでも違う、絶対形が違うもん、でっかい本体、あ、うん、やった、かぶりなしでした、わかんないよ、いや絶対ないと思う、大丈夫、さすがにな、いくよ、せーの、じゃじゃじゃーん、ほらー違ったじゃん、やっぱりこれは何、狙いじゃないけど、そうだね、あ、自撮りしてる、これも可愛いけど、超可愛い、自撮りモリーだ、うん、自撮りモリーだ、自撮りモリーってなんか響きいいね、自撮りモリー、やめろ、鳥みたいになっちゃうからなんで鳥みたいにすんだよ、言われなかったら思わんかったわ、私は別に鳥みたいだなって、自撮りモリー、自撮りモリーって別に鳥っぽくなくない、そんな、もう鳥っぽいか、自撮りにすな、え、待って、これどっち側だろう、うん、
台座の向きどっち側だろうなと思って。ああ、まあでもどっちでも、あ、こっち側かな。でもやっぱ、うん、重心的にはそっちだよね。うん、え、何やかさ、森マジ顔かわいいよね。かわいい、ふくってしてて、うん、唇が突き出てて赤ちゃんみたい。あ、それだからかわいいんだ。あー、なるほどね。なんか赤ちゃんってさ、唇突き出てるじゃん、なんか。そうだね、確かに。ペンギンみたいな、鳥みたいなね。うん、あ、これめっちゃかわいい。なんか、まあ前から見たらこんな感じなんだけど、うん、はい、これがだから完成なんだけどね、うん、このスマホ画面になんとね、このヌコが映っております。ヌコが映っております。ほら、ヌコが映ってます、ほら。わかる？うん、わかる。可愛くない？なるほどね。凝ってんだよ、インカメなんだね。インカメだよ、そりゃ。ちょっと自撮りも使ってんだからインカメだよ、そりゃ。インカメな。みんなね、旅行中のインカメ自撮りには気をつけてね。なんかたまに事故起こってるから、高所でなんか、うん、そのまま落下みたいな。辛いやつよね。それは辛いから気をつけてね、みんな。かわいい。え、超かわいい。やっぱ並べたいね、これは。そうだね。うん。じゃーん。え、かわいいね。いいね、いいね。いいね。トイレと鳥。鳥。鳥とトイレ。鳥とトイレ。自撮り盛りやな。すげえ適当なこと言ってないさっきから。なんか一瞬流されそうになるんだけど、よくよく考えてみたらなんかすっげえ適当なこと言ってんなってことに気づいてしまった。今なんかトイレって言い始めたのは俺じゃないぞ。あ、でもトイレは多分本当にトイレだと思う。便座って言い始めたのは俺じゃないぞ。いや、これ絶対便座だよね、みんなね。絶対これ便座だと思うよ、多分私。でコメントで書き込んだからみんなに。うん、もう一回見せとくわ。これ便座に見えませんか、これ。ほら、どうなのって。まあ、分かんない、あんま適当なこと言えないけど。でも分かんないよね、うん、でも多分ね、見る人みんなね、きっとね、便座に見えてるような気もするするよね。うん、多分。コメントお待ちしてます。はいはい、ということでね、ポップマート、ポップマートはね、相変わらず定期的にやるかな。そうだね、だって可愛いのがどん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 出るんだもん。なんか出てしまったからにはしょうがない。だって出会ってしまったからにはしょうがない。うん、新商品出るスピードもめちゃめちゃ速いような気がするけどね。困っちゃうよ。でもどうする、もしさ、これさ、全部集める、うん、コンプするっていうコンプ壁がついてしまったらさ、ああ、もう大変だよ。大変だよね、正直言って。大変だよ。大変じゃない？大変すぎますよ。まあだから今のところはまあね、全部もう集めますみたいな集め方はね、私はちょっとまだやれないけど、うん、ポップマートの全部をね。まあね、かなり種類もあるし、うん、なんかポップマートって言ってもさ、うん、なんて言うんだろう、こう我々に刺さらないタイプのものもあるじゃない。わかんないよ、マサさんに刺さってないけど私に刺さってるかもしれないでしょ。逆のパターンもあるかもしれないね。まあそうだね、うん、そういうのは ね、やらなかったりするからさ、うん、それはまあそうだね、このチャンネルではやらないかなと思うけどね。そう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 、うん、いろんなタイプがありますから。でも確かにコメントとかいただいてるの見てても、うん、あのこれは一個もやってなかったけどみたいな、うん、ちょっと買いました、ついにスカルパンダみたいなのもなんかでねくれた気がする。本当、うん、それはそれで嬉しいけどね。そうだね、そういうのも嬉しいよね。うん、うん、まあ私たちもさ、あのプレゼントで最近ポップマートありがたいことにね、いただくことがあって、うん、自分で買ってなかったものをいただいてさ、この前開封したりとかもあったじゃん。そうだね。でも可愛かったじゃん。そうだね、そうだね、そういうのもあるよ ね、新しい出会いみたいなのある。そうそうそう、だからそれで言うとお正月だったりやった福袋とかもさ、うん、ね、福袋で出会ったキャラクターで私がアニメ見て面白かったっていうのもあったし。そうだね、そういうのがあるからやっぱ面白いよねと思う、うん、やっぱり。確かに確かに、そういうのも多い ね、そういうことなの。うん、だから皆さんありがとうございます。ちょっとね、動画の中では取り扱えてないんだけれども、もう個人的にあのプレゼントなのでね、いただいてありがたくね、飾らせてもらってるものとかもありますからね、うん、皆さんの本当に気持ちが嬉しいので本当にありがとうございます。そうだね、うん、そうだね、あのプレゼントとかは本当にあの本当に気持ちが嬉しいので、本当無理のない範囲であのいただけたらと思います。本当に。そうだね、うん、別になんかその送ることが別に義務でもなんでもないし。いや本当にそう、本当にそうなんですよ。本当にだから、うん、ありがとう、みんなコメントくれて動画見てくれるだけで私は本当に嬉しいので。そうだね、本当にそれだけでも十分嬉しいのでね。はい、ということでみんなこれからも楽しんでいきましょう。また開封とかしていきますのでね、ビオリ遊びに来てください。じゃあこれで終わりかな、今日はね。はい、バイバーイ。